彼氏を選んでる人たちはコミュニケーションが好きだったり、みんなそう友達作りたいっていう気持ちで来てるから、話していけば仲良くなれるし、最初はどんな人になるか本当私も不安だったけど、なんか今では一番の友達ってぐらい深いそう友達になれるから。前一緒に住んでたアメリカ人の女の子は最初こんにちはも言えなかったけど、もう最後の時はその子が好きな男の子の話とかを夜朝3時まで話したこともあったし、そうずっとガールズトーク2人でベッドの上の乗ってそう喋ったりもしたし、シェアハウスだけどシェアルームだからもう絶対に一緒にいるわけじゃん夜とか、うん、だからその時間が本当に私が楽しくて好き、ね、いいよね、シェアルームだからいつも合わせられないんですよ。そうでしょ。でも電気をつけたい時にたらデスクライトもあるし、パテーションもあるし、自分のプレイスも開けれるから、うん、それも大丈夫し、あとパソコン使う時にもリビングもあるからそっちも使ってもいいし、電気消すタイミングとかね、そうコミュニケーションするんでしょ、はい、電気消していいって、いいよって消したり、ね、うん、そう本当に最初から相談し、相談できれば、うん、大体そういうみたいな、理由は多分日本語を話して勉強したいから、ルームメイトに日本語で話しかけたら、嬉しいと思います。もっとフレンチになって、そこからもっといい日本語を話せるようになるんですから、それはもう嬉しいと思います。特にみんなの前に日本語を話せるのはちょっと怖いですから、その前ちょっと二人で練習ができたらもっと安心です。私はだいたい1日がフルタイムで働いてるので、自分の時間が欲しい。ハウスメイトはみんなが時間が違うし、それ自分の時間が持っているかもしれない。例えば休みの日はみんながだいたい12時ぐらいでずっと寝てるし、朝はなんか自分のことをやってもあります。あと例えば勉強したい時、なんか他にハウスメイト見たら一緒に勉強して、英語とか日本語が交換する、それも楽しいです。うん。やっぱり最初はどんな人だろうとか、あと電気とか大丈夫かなって不安もあると思うけど、なんか実際コミュニケーションでなんとかなるし、一番大事な友達ぐらいになるよね。そうそう、私は新しいリモートを見つけたと思う。ああいいね。しかもシェアハウスだけどシェアルームの方がいっぱい話ができるんですよ、ずっと一緒にいるから。そう、それもいいね。シークレット。